でもね、僕結構無趣味なんですよ。だからそうですね、銭湯とかね、図書館に行くこととかね、地元を愛しますね。あんまり冒険しないですね。でも今年は結構その海外の作品に参加したりってことが多くなりそうなので、そうですね、一月単位で外国に行くことになりそうなんですよね。だから銭湯がないと寂しいなとは思いながらも、意外とそうですね、今年はアクティブに日本を飛び出す感じになります。そうです、風呂めっちゃ長風呂ですね。1時間は最低ラインなんですよ。で、僕入ったり出たり水風呂も入るので、まあ、いわゆるおじいちゃんの長さと一緒なんですよね。はい、だから僕と一緒のタイミングで入ったおじいちゃんは大抵僕と一緒のタイミングで出てきますね。担当は、分かっているつもりなので、ちょっとアダルトな感じになっているのではないかと思っております。まあ、非常に楽しかったですね。今日はですね、まあ見ていただけると分かると思うんですが、普段全く着ないような、服を着せていただきまして、で、まあ、僕は183、4センチぐらいで比較的大きい方だと思うんですけど、やっぱりね、スタイリストさんだったり、編集の方がですね、斉藤にはこういうのが合うんじゃないかっていう風な、ことを提案していただいて、僕もなんか楽しい、ちょっと非日常だけど、もしこうだったらみたいなですね、そんな、もしもシリーズみたいな一日でしたね。私とですね、福士誠司、波岡一樹、大竹浩一という4人の役者が演劇ユニットを組み、まあ、期間限定なんですけど、今度の4月にですね、初めて初演を迎えます。で、ランという演劇ユニットなんですが、もうね、制作から全て自分たちでやってまして、初めての経験で劇場の下見行ったり、支配人に会ったり、見積もりを計算したりですね、いろんな初めて作りで尽くしてですね、なんかそのゼロから物を作るって本当に大変だし、じゃあ何のためにやるんだっていうところで、はい、みんなでもお芝居が好きだったり、単純な、シンプルな熱意が強いメンバーなので、そこで、まあ、短い期間なんですが、4月の末ですね、24、25、26ですね、フィールドをどんどん伸ばしていけたらななんて思っております。詳しくは、斉藤匠オフィシャルホームページをご覧ください。ありがとうございました。